後半一気に行きましょう。じゃあちょっとね、後ろ振り向いてください。ぐるっと回っていただいて、特に書くことないんですけど、まあ、もう終わっちゃったからね、他人事になっちゃうかもしれませんけど、なんだったらね、自分もそれ興味あったわっていうことを答えてるかもしれないじゃないですか。そうですね。なんだったら将来自分が教える相手が疑問に思うことを、同じことを疑問に思っていて、あ、こう答えるんだと、いわゆる模範解答かもしれないですね。模範解答があればって言った人いましたけど、模範解答誰でしたっけ、模範解答でしたっけ。模範解答が37個あるわけですよ、今日ね。はい。で、あと経験があればとか、リハーサルがあればとか言いましたけど、もう、すでに20回分リハーサルを体験してるわけです。だから後半の方が絶対楽です。それはね。そのプレッシャー踏んでとかじゃなくて、あ、こういう感じだと。みんなこうやって切り触れるんだと。雰囲気も分かってくるし。あ、自分の言いたいこともはっきりしてますから。大丈夫ですね。はい。だから、経験って何なのって話ですけど、これ全部、前半の人が何喋ったかとか経験ですからね。で、それを自信に変えれる人か、自信に変えれる人か、スルーしてしまう人かは、別に自分の勝手ですよ。勝手ですけど、まあ、せっかくだったら自信に変えてくださいねって話です。はい。じゃあ、後半行きましょう。それでは、何の話でしょうか。はい。いいですか。はい。まあ、天気予報が来たらいいなって思って、うん、最近洗濯物干すのとか、雨の日に干したりするので、なるほど、で、はい、とりあえず今のテレビでやってる天気予報がどうやってやってるかって調べて、うんうんうん、でそれで今なんか、今やってる天気予報は、数値予報っていうのを使ってるらしくて、はい、実際にその観測によって得られた天気とか気温とか降水量等のデータをコンピューターに入れたら、コンピューターがいい感じに出しておいて、なるほど。便利な感じだと、はい、コンピューターはなんか小さい、もうなんか細かい現象とかっていうのは難しいらしいんで、その予報担当者が、うん、経験とか知識とかによって、うん、まあちょっと予報修正して発表しておるっていうことなんで、なるほど。人間の手もちょっと入ってると。はい。で、まあ、だけどなんだかんだ一番重要なのは、うん、予報担当者の経験と知識っていう、あ、まあ、ちょっと5分くらいの聞いた話になる。なるほど。それが吉住さんがどうとかっていう話、その差につながってくるところなんですね。はい。大元は一緒なわけ。いや、全部一緒です。大元でコンピューターが出てくるものは一緒で、それはみんな同じものを使ってるんだけど、そのプラスアルファが変わってくるから、そういうことですね。ずっとずつ差が出る人になってる。なるほど、はい、なるほど。あ、そういうことなんだ。はい、よくわかりました。はい、じゃあ次行きましょう。自分も天気予報をやってたのに、はいはい、今も足立くんが言った通り。あ、じゃあどうやって調べたかちょっと見ましょうか。 Google で見て、なんか YouTube があったんです。 YouTube があったんですか。 YouTube まで見て、はあ、どんな検索ワードでグーったんですか。天気予報、うん、天気予報、うん、じゃあ俺もやってみよう。その検索ワードを俺も今やってみよう。仕組みみたいな。天気予報仕組みですか。いっぱい出てくるじゃないですか。はい、もうワンスが出てきましたよね。はい。
で、それのうちの信じられそうなやつを選んだんですよね。そう、はあ、なんでそれ信じましょう。いや、多分本当だな。いろいろ見たんですか。いや、1個しかいや、1個選んだんですね。はい、いや、いい感じの、いい感じに、うん、そうだな。未来でもいい感じかどうかわかる。どこに伊勢っぽい感じのやつもあります。伊勢っぽいのと伊勢っぽくないのとどこでわかるんですか。なんか、画質とか。
何回も何百発もロケットで雨を降らせてるし、乾燥したりとかを飛ぶ。なるほど。で、その政府がロケットを撃たないと乾燥してる地域は暴動を起こすぐらいもう雨を降らせてくれって、強欲な要望が。なるほど。まあ、はい、なんか公共事業なんだね、もう。はいはい。で、はいはい、なんか、国民性が現れるなって思って、日本人は、なんか、全然大丈夫だなって思ってても、うん、もうほんと何十何年、何年に1回ぐらいしかやらない。全然、すいません。はい、全然、全然、全然、分かっても、はい、なんか、慎重には慎重にしてる。はいはい、慎重な性格が現れてる。で、はい、それに対して、ちょっと中国の方とか、はい、まあ、他の国では、はい、まあ、全然大丈夫なら、何回打っても、で、1回に使用する量っていうのも、全然日本と比にならないぐらい多くて、まあ、ロケットに搭載するぐらい、で、すごい量になったんですよ。で、そうですね、で、結構世界からその中国の魚介類を使っている量っていうのが注目されているらしくて。おー、そうなんですか。で、結構地球規模で見ても、はい、その雲を作っても、うん、やっぱ水分量があって、うん、地球で見たら変わらないじゃないですか、はい、絶対に増えたりとかしないんで、はい、絶対にそこ中国で降らせたら、うん、どっかでは水分はなくなってるんですよ、はい、だから結構近年、うん、まあ、だんだん最近になるにつれて降ってる量が多くなってるらしいんですけど、最近になるにつれて異常気象っていうのが、はい、各地で起こるようになってきてるんで、はい、結構それも原因の一つなんじゃないかな。なるほど。それ誰が言われるんですか？Google で調べる。誰が言うんですか？ちょっと今手元に行けない。なるほど。その人だ、なんで知ってたんですか？はい、その人が、まあ、誰かが言ったんですね。はい。その人は、なんで知ってたんですか？あー、そうですね、なんかやっぱり、うん、異常気象だったり、うん、が最近多いっていうのはよく聞いてたので、うんうん、これも一つの原因になるんじゃないかなって思って信じました。ねえ、まあ、中身もね、はい、中身を信じたのは分かるんだけど、言ってる人、あ、まあ、いろんな人が言う、はい、そのこういうことなんじゃないかとか、ああいうことなんじゃないかとか、いやいや違うんじゃないかとか、まあ多分言いますよね、はい、例えばあの別な人が言ったりするかもしれないです。で、それはその人な、なんで自分は信じたかっていう、な、何を基準にしようか。そうですね、何でもいいんですよ。僕はもともとはその人工行為をさせる方法を調べたんですけど、うん、なんていうんですか、ちょっと違った視点で人工行為について書かれている記事が、うん、なるほど、なるほど。視点が違うということを基準にして探していったら、はい、その人が結論していくうちにすごい説得力が、うん、で、ああ確かに、でもまあ、でこう引き込まれちゃって死んじゃいました。ああ、なるほど。ああ、面白いですね。だから説得力ってどういうところに感じるかもちょっと考えてもらっていいですか？はい、でも面白いです。いいですか？はい、どう、じゃあ自分は、はい、風は どこから来るのかっていうことが気になったので。風はどこから来るのか。はあ、どこから来るのか、スタート地点があるんじゃないかという、なんかどこから起きて、うん、なんか来るのかっていうのを調べたんですけど、はい、まあ、風が吹く原因になってるのが、うん、まず気圧差によって風が吹くっていうことが多分あの2回目の実験の時に分かったと思うんですが、それともう一つあって、温度差によって風が吹くっていうことがあるっていうことが分かりました、うん、で、海とか行ってみると海岸沿いとか結構風強くなってると思うんですが、うんうん、でそれはと昼間は海から陸に向かって風が吹くっていうのと、夜は陸から海へ向かって風が吹くっていうことがあるらしく、で日中は気熱が陸地の方が小さいので、うんうん、その陸地のあの空気が温まりやすくなってて、うん、でそこで上昇気流が発生して、うん、口の上にある空気が上に行っちゃうので、その周りの海からの冷たい重い風というのが吹いてくるというふうな
が上に上がることによって、その陸地の冷たい風が海に向かっていくということが分かりました。なるほど、はいはい、温度でも結構風が変わるということが分かってるんですね。はい、はい、次行きましょう。SF ね、はいはい、な
番最初に、うん、あの近代化が始まった国っていうのを知られてると思うんですけど、うん、その時にあの電報っていうなんか一気に情報を送る手段ができるようになったので、そうすることで各地のデータが集まりやすくなって全体的な数値を比べることができるようになったので、今の旅行が始まったらしいです。その今の原型みたいなものができ始めた、はいはい、それで僕調べてて一番驚いたのが中世のフランスの話で、はい、中世フランスの時はまだその占いで旅行をしてたんですけど、はい、その時の天気予報士ってすごい身分が高くて、はい、だから、ま、絶対に外すことを許されなかったらしいですだから天気予報を外すと、はい、一発で死刑になったマジよだから、ま、こういう話を聞いて思ったのは、はい、石原良純さんは中世フランスに生まれなくてもなるほど、はい、あ、いいですね、はい、素晴らしい。いや、歴史はいいよね。科学の話を歴史持っていくのはね、すごいいい展開です。はい、そうです、いい運動。はい、こんにちは、まんまですよね。こんにちは。こんにちは。こんにちは。はい、みんな、うん、天気予報士って言ったら、うん、なるよ。そうですね、気づいたそうですね違うね、知られたシンプルですね。ああ、でも石原良純さんを見てても、うん、実際天気予報士が何やってるのか全然わかんないんですよ、うん、だから僕は天気予報士について調べました。なるほど。テレビに出てないもんですね。なるほど。表に出てこない裏の顔をちょっと調べてみた。ああ、いいしてる。まず天気予報士は民間会社に勤めます。ほう。そしてうん、気象庁から、はい、あのデータをもらうんですね。これが、うん、数値予報資料や、うん、気象レーダー、はい、雨などの観測データをもとに、あのこちらが、うん、気象情報を解析し、うん、日々の天気や気温、降水確率、地域ごとの天気を、あの週間予報などを予測するんです。なるほど。で、はい、その気象会社は、はい、あのいっぱいあって、はい、あの1個だけじゃないんです。なるほど。なんか気象庁は1個だけど、そこから枝分かれしていっぱいあるんですね。そこにもなんかいっぱい天気予報士がいて、はあ、で1人でやってるわけじゃない、はい、で、はい、その会社はあの独自の予測結果を、うん、あのお店の雨などで、うん、売れ筋が左右される仕事なんかの時に情報を提供したり、うん、なるほど。が、あの、野球場です。1分後、2分後の野球ができるかどうかを。なるほど、はい。あとは、うん、船ですね。ああ、なるほど。大きな船が、うん、大海原を安全に航海できるかどうか。なるほどね。もう地球規模の、はい、予報をしたり。なるほど、はい。で、うん、あの24時間ごとに、うん、ごとにもう情報を提供し続けるところもあるらしいんですけど。なるほど。そこはもうあの天気予報士はもうシフト制らしいんです。はいはい、うん、以上です働き方ね。まあ、とにかく一人でやってんじゃねえの、はい、みんなでやってんの。だからその一人石原良純がいたら、その裏にいっぱい協力してくれてる人がいるよっていう話のことですね。はい、はい、次行きましょう。調べてよく分からなかったんですけど、ここは、はい、その
なるほど。これが雷。なるほど。落雷というやつですね。はい、落雷です。はい、で、これは結構夏に起きるやつらしいんですけど、うんはい、でちょっと面白かったのが、冬に見られるやつで、はい、冬は違うんですか？冬はなんか違う。ちょっとだけなんか、まあ、違う。こういうこともありらしいんですけど、うんうんうん、横に薄い、うん、横に長い雲ができて、うん、ちょっと斜めになるんですって、はいはい、条件によって。その時に、うんまあ、さっき言ったように下の方には負の電荷が、うん、で上の方に正の電荷が回っていって、はいはいはい、で、放電が起きるんですけど、うん、この時に、まあ、地面が近ければこっち側に雷が起きて、うんうん、でも、これ別に縦に長くないので、横に長いだけなので、はい、こちら側の地面に近いんですよね。なるほど。なので、こちら側に僕の電荷がこっち側に来て、うんうんうん、上がるように放電する。おー。これ、日本じゃないですか。なるほど。昇竜拳みたいな感じです。すごい。怖えな。なるほど。すごい嫌だな。面白いね。はい。はい、いい。素晴らしい。はい、じゃあ次行きましょう。あ、読みですね。こんにちは。こんにちは。こんにちは。はい、私は、はい、台風が日本を日本列島の前方がバーって行くのはなぜだろうなっていうことを思って、うん、台風が進み方、台風の日本の方にできた時の進み方はなんで北東の方にっていくのかっていうのを調べました。なるほど。あの道筋は誰が決めてんだろう。なるほど。あ、いいですね。面白いです。はい、素晴らしい。
これいい。あの前の人を使うって素晴らしいアイデアですね。うん、これ初めてですね。はい、次行きましょう。私が中学ぐらいの時まで、はい、毎年冬休みになると家族でスキー旅行に行ってて、うん、でその小さい時に見たスキー場での夜空が綺麗で、おなんで冬になると夜空は冬の夜空が綺麗なのかについて調べました。なるほど、ちょっといい感じだ。で調べてみると、はい、思ってたよりも理由が多くて、はい、分かりやすい中で言うと、はい、1つ目は、うん、冬は、うん、日の時間が短くて、うん、夜の時間が長いため、うんうん、太陽の日の光の影響が少なくて綺麗な暗闇になるため、綺麗な夜空がみんなに見えること。なるほどね。2つ目は、明るい星の数が冬は多いので他の季節よりも綺麗に見える。3つ目は、さっきも使われてたんですけど、偏西風が日本の上空を通過するので、空気中の、水とかゴミが吹っ飛んでいくので、なるほど、大気がきれいに見える。なるほど。あとは、冬は夏に比べて気温が低くて、対流活動が弱いことから、はは空気中の水蒸気が散り出しなくて、うん、きれいに見える。なるほど。最後は、うん、冬は気温が低いので、うんうん、空気中に飽和できない水分が水滴になるので、うん、空気中の水分の量が少なくなるんですよ、うんうんうん、で光の大気中で の, その水分による屈折が少なくなって、うん、ね、綺麗に空が見えるので、はい、冬の夜空は綺麗に見えるということでした。なるほど。今はちょうど夜空が綺麗な時期なので、はい、機会があれば空を見てみてください。あ、いいですね。そういう呼びかけると素晴らしい。はい、心もすっきり晴れ晴れしてください。はい、いいですね。はい、こんにちは。こんにちは。小学校3年生の5月に運動会の練習をしていました。はい、その時に、まあ、校庭にいまして綱引きの練習だったんですけど、友達が、うん、わあ地震雲だって言って、空を見て、地震雲ってなんだろうって。なるほど。もうとにかく、はい、なんか縦長のすっごい細い雲がいっぱいあって、でなんかこれが何本あったら、うん、震度何の地震が起きるんだろうみたいなって言われて、でもそんなこと本当にあるのって思ったんですけど、はいはいはい、結局起こらず、うん、でもなんかたまにこういうのを見て、ああ地震雲なのかなと思って、うんうんうん、でも起こらずみたいな。なるほどなるほど。でそれをまあこの興味があるとかっていうのを思い出して調べてみました。なるほど。はいはいはい。でまあ、その地震雲自身なんですけど、うん、自体なんですけど、うん、なんかウィキペディアによると、はい、交換異常現象っていうものが一つらしくて、うん、でっていうのは、うん、まあ、それ全部言ったら大きな地震の前触れとして、うん、あの発生ないし比較されると言われる生物的地質的物理的異常現象とされるものなどとりあえず、うん、なんかそのなんかその前触れかなって言われるものの一つらしいんですけど、はいはい、これ自体なんですけど、うん、地震雲は、うん、そのちゃんとした説もないから、あ、まあ、科学者的には別に関係はないとは言われてるんですけど、うん、でも一応なんか、うん、そのメカニズムを考えてる人たちもいて、あ、その一つを紹介します。はい、で、なんか、まあ、そのまま一つだけにしますけど、これが地面だとして、うんうん、で、まあ、まあ、断層があったとして、はいはい、地下で震源があります。はい、あるとします。はい、でこの震源が、うん、まあ、ちょっとわーってなってきたときに、うんうんうん、圧力がかかってきて、はい、圧力がかかってきて、うん、その時にその周りの周りの地面の岩石の中に、うん、なんか電磁場を発生させるようなあの岩石とかがあるらしくて、それがこの圧力によって外に電磁場を送り出すことがあるらしいんです。はいはい、まあ、説明です、うんうん、でこの電磁場によって、うん、このここは大気中だとして、うんうん、その大気中の、うん、なんかあの分子とか、うんうん、水蒸気の分子がなんか反応して、うん、その水蒸気が凝縮して、うん、
この丸くなんか波紋みたいな感じの雲もある、そういうものができるっていう説が一つあります。なるほど。でもそれがなんか、はい、まあ、実際は、うん、毎回見れるわけではないっていうか、はいはい、そのなんかなんで地震雲があるっていうことを思われたのかというと、うん、そのなんか地震の大きい地震が起きる前に、うん、なんかちょっと特徴的だったりとか普段見ないような雲が、うんうん、まあ、見つけられてその後に起きたから、はい、あ、じゃああれ関係あるんじゃないかって思ったらしいんですけど、はい、でも実際、うん、その見られたり見そういうのがなかった時ももちろんあるわけで、うん、なるほどね。でそういう時は、うん、なんでなんかじゃあなかったから関係ないんじゃないかって思われがちなんですけど、はいはい、なんかその時は別に、うん、なんかその地震のことに気を取られちゃって別に忘れ去られる的な感じで、はい、やっぱりなんかそういう変な雲があるともしかして地震が起きるんじゃないかみたいな、うん、そういうのはなんかもうなんかあるな、なるほど、はい、なんかそういう感じで、うん、なんかビキだけで調べたんですけど、うんうん、意外といろんなことが書いてあって、うん、そうだよね、あのウィッキー面白いよね、面白かったんで、はい、気になる人は調べてみてください、はい、はい、あ、面白いです、素晴らしい、はい、調べたらはっきりしていないということが分かったっていうのも面白い話なんですよ。でそれはこれから盛り上がる可能性があるってことかもしれないですね、はい、じゃあ最後いきましょう。はじめまして。シリさん。シリの鳥ね。シリ鳥の。はい。はい、私が興味持ったのは、はい、人工雲を作れるっていう話を聞いてて、はい、作ってみたいなと思って、はい、作り方について調べたんですけど、おうおう、その先生にそのフェイスブックにコメントをしてくださいって言われたときに、はい、そのことを書いたんです。おうおう。でその日の夜か、まあ、その次の日かぐらいにテレビつけたら、最後サプライズで源次郎先生が今日は雲を作りますみたいな、あ、なるほど、はい、あ、すげえタイミングいいと思って、あ、なるほど、はい、それが録画して、はいはい、よし、これね、大丈夫、何機会じゃ大丈夫だと思って昨日見返そうと思って録画ボタンピッて押して探したんですよ、お父さんに消されてしまってマジかと思って昨日見ててニコニコ動画に、はい、たまたま同じ作り方みたいな感じのやつが、はいはいはい、なんかすごいテレビショッピングみたいだったんですけど、うん、説明するおじさんがいて、うん、はい、周りの人で、ね、リアクションするお姉さん、なるほど、おじさんが液体、概要を言うと液体窒素をいっぱい入れた、はい、なんか水槽みたいなところに温かいお湯をバッて入れると雲ができるんだよみたいな感じなんですけど、液体窒素ってのはもう超冷たいからね、あ、めっちゃ、はい、はいはい、そういうところにお湯を入れる、はい、入れ方がなんかすごくて、はい、じゃあまず10リットルいってみようみたいな、え、そんなに減るんですかみたいな、まだまだ行くよ、10リットル、どんどん行くわ、先生50リットル以下そんなに大丈夫なんですかみたいな、最後にこれ入れちゃうよみたいな、でバッて入れると本当にバッて、あのスタジオ全体が真っ白になってカメラも真っ白になっちゃって、そのぐらいの水蒸気の雲ができたんですね。それが実験室に作る雲の作り方って感じなんだなと思って。はい、あ、急激に冷やして。急激に冷やすと、そのお湯がその全部水蒸気に変わって雲に変わって。あ、そうかそうか。お湯を入れるとその湯気の小さい水滴みたいなのが一気に冷えるからそれが雲になる感じなんですか、はい、ああ、なるほど、そういうことですか、面白いですね、あ、それはちょっと後で教えてください、はい、リンク教えてください、はい、はい、面白いです、素晴らしい、さすがでしたね、チリトリいいリアクションでしたよね、いや、すごいな、しりとり良かったのかな。